坂出市のにぎわい創出事業の一つとして、11月7日から12月27日の土日祝日にシャッターオープンプロジェクトが開催されます。11月7日の開幕に向け、参加する坂出商業高校写真部の生徒が11月4日商店街で写真を展示する準備をしました。シャッターオープンプロジェクトは、坂出の商店街をアートの力で活気づけようと、坂出商店街まちづくり会議が主催で行うものです。坂出商店街の使われていない店舗をアーティストやフリーマーケット販売者などに貸し出し、アート作品の展示や販売を行ったり、シャッター部分を使ってアート作品を展示したりします。坂出商業高校写真部は、坂出元町商店街、本通り商店街、サンロード商店街の各所に自分たちが坂出で撮影した写真を展示します。坂出商店街を活性化させるなら、やっぱり坂出で撮った写真をシャッターに貼るのが一番いいんじゃないかっていう話になって、やっぱり今はもうコロナとかがあって、すごい坂出で他のとこもそうなんですけど、元気があまりなくなってきているので、このシャッターに貼ってる写真を見て、あの坂出での皆さんが元気になってくれたらいいなと思いました。私は学校の、坂出市にある学校の木にある自然というテーマで抜け殻を撮りました。シャッターが閉め切っているので、賑やかになって見に来る人が多くなるといいなと考えています。一人でも多くの人にこう見てもらおうと思ってですね、あの一枚の写真をこんな感じに分割してこう貼る、こうシャッターに貼るっていうことをして、あの大きく見せるっていう工夫をしました、今回。で、このそうなんですけど、あのラミネートしてて、これそれで、あの多少こう風とかでこう写真がこうボロボロにならないっていう工夫も一緒にしています。写真を貼ったりして、こうちょっとでも活性化できたらいいかなって思ってます。坂出商店街で長年和菓子屋を営んでいる増田ニコニコ庵の増田さんにもお話を伺いました。地方都市の割に、やはり坂出市はあのアーケードが非常に長い距離がありますので、そういう意味ではあの雨風の時でもやはりあのアーケード下で楽しんでいただけるんじゃないかと思いますので、まだこういうお店が頑張ってますよとか、以前はここにこういうお店がありましたねみたいな話をしながらでも、やはりこう街中にあの人混みが戻っていただければと思っております。シャッターオープンプロジェクトは11月7日から12月27日の土日祝日、12時から17時の間に開催されます。初日である11月7日の11時30分からは、元町商店街東側入り口付近で開会式が行われることになっています。ぜひ足を運んでみてはいかがでしょうか。